今日戦ってよーく分かった。夏、お前はずっとてめえの頭の中の記憶で生きてろよ。私は今の大江戸隊が今の大江戸隊と前に進むだけなんで。はあ、はあ、今の大江戸隊叫んなよ。しょんべんくせえガキの集まりじゃねえか。今の大江戸隊なんかよ、こっちから願いそうだよ、ボケぐらい。夏さん、まずはお帰りなさい。私たちが大江戸隊にいたのは過去の話。今を全力で、大江戸隊じゃない夏すみれと葉月でこれからも試合楽しんでいきたいです。私たちふざけんじゃねえ、こら。あのさ、聞いてた？私はもう大江戸隊なんかどうでもいいんだよ。思い出の中で生きてるってさっき言われちゃったよ。私は別に葉月ちゃんに対して何の裏切りもないけどさ、もう思い出の中で生きたくない。私はこのスターダムに2年ぶりに参戦してみて、私はもう大江戸隊の夏すみれとか、スターダムによく上がってる夏すみれだよねとか、もうこの団体ありきだもん。こりごりなんだよ。私は今の夏すみれで、夏すみれ一人でこのスターダムでフリーランスとしてのし上がっていくわ。だからごめん、葉月ちゃん、ごめん。あなたとはここでバイバイ。